エラーシズナあるいはミジンコズナとは、甲殻類を大きく分けた分類群の一つ。エラーシ類と総称され、カブトエビ、ミジンコ、ホーネンエビなどを含む、陸水に生息する小型甲殻類と中心とするグループである。ごく一部の例外を除き、エラーシ類は主に以下のような特徴を持つ。エラーシ類は、遊泳を中心とする運動を行い、歩くような動きはしない。多くは、 ヒレ状の胸足を波移るように白動させ、または発達な台に触覚で跳ねるように遊泳する。大部分が陸水に生息する。ミジンコ類に少数の海産種があるが、それ以外は淡水性でアルテミアのような内陸の塩水湖に生息するものもある。ミジンコ類は大きな湖から水たまりに至る様々な淡水に生息する種があるが、それ以外のものは浅い水域。 それも時折干上がるようなところに生息するものが多い。一時的な水溜まりに生息するものもかなりある。主な餌は水中の微粒子、微細な植物プランクトンなど、いわゆるデトリタスであり、胸足をあおる運動の中で水中の微粒子を口元に運び込んで食べる。ただし短脚目と張り足目のミジンコ類のように肉食性のものもある。耐久卵を埋めるものが多い。 生活間では、耐久乱で休眠する時期と休眠せずに繁殖する時期が交互に出るものもある。また、その際に、単ため生殖を行う時期があるものもある。一般の甲殻類のように、ノープリウス妖性の姿で孵化し、次第に生体の形となる、または、微人コ類のように直接に生体をそのまま小さくしたような幼体の形で出るものもある。エラー種類は、 甲殻類として原始的な形質を持つと考えられていた。ただし、分子系統学による知見では、むしろ派生的な系統位置にあることが指示される。早期な分子系統解析では六脚類との姉妹群関係が示唆されたが、後に少し離れた系統にある方が有力視される。はっきりとエラー種類であると判断できる化石は、個性代後期まで遡る。 カンブリア紀のリーハバッケラは基盤的なエラー種類であると考えられる。2005年現在、約1200種のエラー種類が記載されており、実際にはその2倍にも及ぶ種数が存在すると予想される。2018現在の分類体系は以下の通り、それ以前に流用された旧体系は以下の通り、化石のみによって知られる木は以下の通り、 様々なジェアンロゲリウム目のエラー種類古くは、バコニシアを含んだエイシルカーストラカメもエラー種類と考えられたが、これは後にマリラモーファという別系統の化石接続動物に属するものであると判明した。ありがとうございます。